まあ、言ったらもう正直ちょっと取りつかれてしまってて、もうやめるにやめられなくなった人たちの悩みなんだと思うんですよね。でも大事なことは何かっていうと、でもそういう人たちが、でもある意味ではさっきの再生産の話でもそうなんですけど、研究とかっていうものが支えてる地の体系みたいなものがあって、そういうものがその漠然とした地っていうものにも非常に寄与してるっていうことがあると思うんです。だから皆さんは、だからその例えば仕事してるからどうしても勉強できないんですって言うんだったら、別にまあそれだったら好きな方を選んだらいいよっていうことだと思うんですね。辞めるなら辞める、仕事やちょっと減らしてでも勉強したりとか勉強すればいいし、逆にそれぐらいで辞めるぐらいだったら、まあそんなもんだったんだって自分で思う、納得できないなら納得すればいいと思うんですね。変な話、これからは本当に曖昧なそういう態度じゃもう許されない時期に来てるかなという気はします。今の少なくとも社会状況の中では、つまりやりたいならやっぱりやるしかないし、やりたくないんだったらやりたくないで、別にそれは不幸なことでもバカ愚かなことでもなくて、それはやはり自分の中でやる意義を感じないことなんだというふうに、やっぱり腹をくぐらなきゃいけない時期に来てるんだなと思います。だから僕はできるだけこう学びとか勉強とかやりたいと思ってもらいたいとは思ってますけど、それが必ずしも全ての正解だとは思っています。はい、では次、私言わせてください。今の言葉にどうしても反応せざるを得なかったので、やっぱり不幸ですよ、やりたいのできないっていうのは。それでぶっちゃけ私はこの質問者の人の立場です。というのは時間的金銭的余裕がなくてどうしてもやりたいと、まず私がどうして工夫してやってるかをお伝えいたしましょう。玉木さんが言われましたように、その固定費を下げると、具体的にどういうことかというと、まあ、家賃が1万円台ところに住んでとか、あとなるべく米を多く食べるとか、そういうことをしてなるべくお金をかけないようにして、まあ、あと何とか収入を得るときは、やっぱり僕はもう塾予備校がやっぱり一番手っ取り早く今やってることを生かしつつ、一応収入が得られるのでそういうことをしつつ、なんとかこういうところに来ると。でもう一つ大事な観点は、その単にお金がないだけじゃは死なないと、よく信友さんもおっしゃられることですが、やっぱりただの貧困っていうよりか問題は孤立して貧困っていうのが一番問題なので、なるべくこういう場に出てくるとか、まあそういう場を作っていくっていうのが一つ挙げられるかと思います。それで先ほどやっぱり不幸だと思ったのは、やっぱりその大学院とか来てると実家が裕福でとかいう来てる人がいっぱいいて、やっぱりそういう人を見るにつけてすごい惨めになりますよね。それで私も必死に週いくら4日ぐらいはやっぱ働かないと食っていけないんで、4日ぐらい働いて残りの時間でなんとかやってるのに悠々自適にしてる人を近くで見るとやっぱり不幸ですということだけです。中島さん、一言でおっしゃれば、僕も同じ状況なんで、別に僕ぬくぬくとはやってませんけど、僕は逆に言うと、まあそれは好きでやってるんで、別にそんなに辛いです、辛いですし、まあ惨めだしとかいうこと言い出せばそうですけど、僕は割とそんなもんだろうっていう、そういう割と楽観的なタイプです。はい、ありがとうございます。それでは最後、田中さんお願いします。私も非常に近いその悩みというか、これから働いていく上で、そのどうやっていかにこの自分が今学生時代にこうやってきたようなその勉強を続けていくかということを考えているんですけれども、そういうことを大学の中の人に相談しても、まあ、忙しくだって勉強できるよって大体言われちゃうんですねただその問題なのは、まあ、それは大学院生の方もすごく忙しくしてらっしゃるのはまあ私も知ってるんですけれども、その忙しさの何が違うかというと、やっぱりそれですね、その知的なことを追求するっていうことを、まあ、私はそれを人生の目的としていると、でそれを承認されているかいないかっていうので、その大学の中にいる人とその外にいる人では全然環境が違うと思うんですよね。だからまあ学生ですごくいっぱいバイトをやって、で、まあ、それでなおかつ勉強したいっていう意思があるってことを、まあ、バイトだから分かってもらえると思うんですよ。でもこれからもしその企業に出て、企業に入ってその、まあ、総合職としてやっていくとなったら、やっぱりその自分の人生この企業と一緒にやっていきますって言えないと、そんな人じゃないとやっぱり取ってくれないわけですよね、企業の場合は。でもう企業からはちょっとお金もらうだけもらって、であとは勉強したいですなんて言ったらもう首切られるに決まっているので、やっぱりそういう意味でその忙しさの質っていうのがもう絶対大学の中と外で全く違うんだろうと思います。でそういう中でその、まあ、大学の外に出る身として、そういかに知的なことをやり続けていけるのかっていうのは、まあ、やはり田村さんがおっしゃったように、その制度の改変がないと、制度っていうか、まあ、ほとんど人の意識の問題だと思うんですけれども、その勉強をするっていう、まあ、ビジネスとは関係がないっていう部分でも、その人が活動できる場所、時間と、まあ、エネルギーっていうものをみんなに保障しようと思うかどうか、
そういう、まあ、意識変革っていうのも求められる時期にあるのかなというふうに思います。あ、それですいません。で、まあ、勉強したいと別に思わない人に対してどうするかっていうところなんですけれども、私自身はその教養とかの、まあ、ラテン語の話もありましたけど、それ自体が面白いからやりたいのだからやらせてっていうのでやっぱり弱いかなというふうに思っています。その人を説得するにはっていうのは、やっぱり教養っていうのは私自身は、まあ、なんていうんですかね、こう他者と分かり合うというか、その自分がまだ見ていないものをこれから見る上でどうしたらいいのか、つまりまあ認識を徹底するっていうことだと思うんですけれども、今当たり前に見えてるもの以外のものを何か見つける、で それをまあ通すことで今見えてるものが本当は今見えてるものだけじゃないかもしれないっていうところを認識することが、これから、まあ、いろんな人と出会っていく上ですごく大切な姿勢になると思うんですよね。そういう意味で一つその知識とかも学問とか教養っていうのは楽しいからやるっていうだけで、その欲求するからやるっていうだけではなくて、もう一つのその倫理的な営みになるのかなというふうに感じています。はい、ありがとうございます。あと5分で開けないといけないんですが、どうしてもこのテーマについてチャーリーさんに一言二言だけお願いいたします。お金がなくて、勉強ができないのは大変不幸です。僕もお金がなくて勉強ができなくて、でも本を置く、スペースの持てる家賃の、かかる部屋に住まなきゃいけなかったので、やっぱり働かなきゃいけなくなったので行けなかったし、実家暮らしのやつは本がタダでたくさん置けていいなと思ってましたから不幸だと思います。というわけで、ベーシックインカムを提唱している政党に投票するしかないっていうのがとりあえずの結論ですが、もう一つさっきのテクニック的な話で言うと、やっぱり働きながら勉強っていうのはダブルキャリアだっていうのを絶対自覚しないとダメだと思うんです。つまり2人分のことを1人にやろうとしてるんだっていうのは絶対意識しておかないとダメで、ってことは1人分でやってることに追加でやるっていうやり方をしてたら疲弊するに決まっている。2人分効率的にやるためにはどうしたらいいかっていうのを自分なりのスタイルを見つけるしかない。ちなみに知ってる人は知ってると思いますけど、僕ツイッターで毎朝ニュースを投稿したりしてますけども、夏場は5時、最近は6時ぐらいに起きてます。これなんで、時間で変わるかっていうと、目覚ましかけてないんですよ。目覚まし一切なしでその時間には起きれるように体ができている。それはもう要するにダブルキャリアってことを意識して、朝しかやる時間がないので、そういうスタイルをもう10年ぐらいずっと続けてきているので、目覚ましなくても大体起きます。大体2時ぐらいまで飲んでても、6時には目覚ましますとかっていうところまで、自分をある意味鍛えました。で、鍛えなきゃいけないこと自体は不幸ですが、不幸とか言ってても始まらないので、鍛える手段はなくはない。これは俺のやり方だけども、そういうやり方で自分なりのテクニックを作っていけば、ダブルキャリアでもなんとかやる道はなくはないだろうと。はい、ありがとうございます。それではこれで質疑応答は終了させていただきます。はい、ある、マネージャーの皆さんどうもありがとうございました。5時に開けなきゃいけないという話でしたが、まあ、そんなに急がなくても大丈夫です。ただ、そろそろ閉会の時間が迫っております。で、まあ、こんなハードな討論会に、こんな最後まで皆さんお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。お昼から始まってもう外は暗くなっております。そんな時間が経ちました。まあ、途中団長の雰囲気が迷うかったかなと僕こちらからずっとキヤキヤして見ていたんですけど、まあ、最後までチャーリーさん絡めて本当に良かったなと思って最後は良かったんだ。そうありがとうございました。ですね、でここで今日の話を僕がまとめるっていう段取りだったんですけど、ちょっとまあ無理なんで、何らかの形でまとめ報告をホームページの方にアップしますので、どうか京都アカデミアのホームページを、ご覧になってください。で、チャリさん最後、今日の感想とあと、まあ僕らとあと観客の皆様に何か、コメントをお願いします。時間もないので、一つだけ、いきなり宣伝でごめん。今、NTT 出版で、真横から見る現代というシリーズのプロデュースをしていて、いろんな人に何かこう、まあ、いろんなコンセプトで本をお願いしてるんだけど、第1弾はもうすでに出ているんだけど、第2弾で12月に北大の橋本進さんに自由の社会学という本を書いてもらいました。この中で、まあ、橋本さんが言ってることが面白いのかなと思ったんだけど、自由っていうのは僕らは、まあ、いわゆる、まあ、ネガティブフリーダムとポジティブフリーダムの話を挙げながら、まあ、ネガティブフリーダムのある種のその
なんていうのね、したいようにできるっていう、まあ、自由のことばっかりを考えてるけれども、果たしてそれは人間的に豊かな自由を享受していることになるんだろうかっていう問題提起から、真に人間的に豊かな自由を、まあ、享受できる環境づくりのために、あるいは制度づくりのためにどうしたらいいかということを橋本さんは考えています。その全部に僕は同意するわけではないんだけれども、ある種の今日出てきたネオリベラルなと言われているもの、まあそんなものはまやかしだという人も、なんかこう的の外れた批判だという人もいるし、それは半分当たってるところもあるんだけど、おそらく確実にこれは言えるだろうなと思うのは、ネオリベラルな環境っていうのはどうしてもネガティブフリーダムを推奨します。つまりその人がやりたいんだったらやりゃいいじゃんというものを推奨してしまう。だからさっきの話で言うと、なんか忙しくてできないと、でもまあ特にやりたいと思ってないんだったら別にいいんじゃないっていうことになってしまう。教養というのはそれに対して、いやそんなことでは真に人間っていうのは豊かにならないんじゃないのか、やはりもっと人間的な豊かな本質というものを目指す動きという力というのが人の中には備わっているのではないかという、ある意味高尚な、ある意味うざい立場を取ります。でそのことをなんか踏まえた上で、全部に正義で全部に悪なんてものはこの世にはないので、その両面を踏まえた上で学びたいと思う気持ちっていうのを持って前に進もうとしている人たちがいるっていうこと自体が多分希望だったり未来だったりするんだと思います。今日企画に携わった人たちっていうのはこのパンフレットにザーって名前上がってて、俺がやっぱりやろうと思って、この同じ時代にやろうと思ってたらやっぱ5人が集まればよかった。でもこれがなんか十何人とか名前が連なって、今日のこの最後まで4時間近い時間をこれだけのお客さんが、お客さんじゃないな、主体、主体わかんないけど当事者がこれだけ集まって話をしようと思ってやってきてくれたということ自体を絶対無にしてほしくないし、ここでもうなんかね、帰り際なんかこうちょっと出ていくときに軽くなんかこう隣のやつの感想に口挟んだりとかしてさ、ネットワーク作ったりとかさ、ツイッターの ID 交換したりとかさ、後でツイッターで絡んだりとかさなんかわかんない、ハッシュタグとかあるのか知んないけどとかいうことでなんか盛り上がっていければ、いいんじゃないかなと。それはもう何度か言った通り、もう利用される側だと思っていて、限度はあるけど、うまいこと利用してもらえればいいなと思っているので、本当に皆さん頑張ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。アンケートのご協力の方を最後よろしくお願いいたします。それでは皆さん今日はどうもありがとうございました。